昔から絵を描くことが好きでした。白と黒だけの限定された世界でも、その間に無数に色があると気づいた時、無限の選択肢が広がっていきました。自分の中で大切なものを記録ではなく記憶のまま残していきたい、そんな感覚で描いています。描けば描くほどその奥の深さにはまってしまう。白と黒の世界でどこまででも走り続けるつもりです。セレッソ大阪、田中アトム。もし J リーグがなかったら、水墨画家田中アトム。